ガーラブさん、ゴールド1アナ、ゴールド1のアナ、オッケー。はい、ではやっていきたいと思います。はい、まず構成、こっちはザリア、 DPS がトジョンウィドウ、相方がモイラ。これはヒール量がバカ高いのね、アナモイラって。ヒール量高くてウルトが結構どっちも強いから、まあ、ガンガン常に前線張ってウィドウがピックしてくれるザリアをポケットするみたいな感じの動きをするのが理想的かな。はい、バスティオンいる。はい、バスティオン、ハルト。はい、まずハルトはザリアのアンチです。一応縦張って敵のザリア前出れないからアンチです。しかもこれ敵の構成のサポはバティストゼニっていう一番火力の高いサポートライン。これがザリア相当きついっすね。あとバスティオンいるからもう前出れないと思う。だからもうアナはこいつがディーバとかにすることを祈るしかない、正味。あ、でも抜いてくれたのでナイス。あ、ここね、落ち着いてヒールをヒールするのがお仕事で合ってますね。いいと思う。しかも高火力、こういう特技で、あ、いいねいいね。これあの結構狙うのすごいいいんだけど、ここであの集団戦が起きるときに味方をヒールしつつ、ビンでねヒールしつつ敵を阻害狙う。例えばハルトがここさ、空想上の守れるラインっていうのがあるのね。ここより前出るとこっち側で、こっち側の味方陣で、こっち側で言うとここより、いやてかここら辺かな、ここよりこっち側に来たら敵はきついのね。だから敵はラインを越えたの、ライン越えしたのね、こいつ、このハルト。だからライン越えしたハルトにちゃんとビン当ててんのはすごいいいですね。でもほらもうザリアさ何もできないじゃん。微動が抜くのを待ってる。微動強っ、ええやん。はい、ライン越えのハルトに、オッケー、うまい。それはキモい。てかゴールド帯ってさ動きちゃんとすごいんだね、思ったけど。ちゃんとオーバーウォッチしてんだよな。はい、このハルト、はい、バカです。はい、バカバカ。あれ、でもキル取れなかった。なんなら死んでる味方、なんならシャッターナノ使っていいよ、それナノ使わないの。これ味方を救うために使うナノめっちゃ強いんで、ここもさっき言ったラインを意識すると、この門がラインなのね。この門のより前出てる時点でこっち陣地で敵は死ぬはずなのね、キルゾーン。だからここでザリアにナノつけてたら多分このハルト死んでるし、まあ何らかのウルトは帰ってきたと思う。だからまあ味方を救うために使うのもありだよ、特にザリア。特にタンクは救うために使っていい。だからもうここずっとライン越えしてんだけど、なかなかリグループしないから敵はずっとここにいんだよね。これは正直ザリアがきついと思うんだよね、構成的に。あ、ナイスピック、いいね。それなのつけてもいい、それ救いたい。はい、ナイスナイスカバーでかい。あ、それいらない、これいらないっす。あのね、今こっちが有利なのね。今集団戦っていう集団戦してなくて、敵はゼニ死んでてソンブラも今死んだから3対5の状態なのね。これ3対5の状態でナノ使うのは意味ないし、もうエリア全然取れんのね。多分次の集団戦ここら辺で大きいんだよ。だからこのナノはいらないっす。さっき味方を救うために使う方がいい。これなんかアナに多いんだけど、適当にナノつけるのはマジもったいないし、味方救うやつの方が敵としてもうざい。ここでナノつけてもさ、全滅したところで敵は何も、てか3対5だったしってなんのね、敵は。だけどフリーでウルト使っちゃってもったいないね。しかもその上ワンピックされるっていう。しかもサージも使う、モイラのウルトも使う。これはチームに対してのコーチングだね。3対5なんだよ、ウルト1個も使わなくていいよ。ほら、そして見てみ、次ウルト0、敵3つあります。怖いね、次の当たり合いが。まあ、このソンブラを一緒に戦うのは全然ありだね。いいよ。てか、え、当てろ、お前なら当てれる。まあこれで、これは敵のソンブラの思惑通りですね。ソンブラってヒールさせない時間を作るのが仕事なの、キルとかいうよりかは。なのでここキル取らずにシュガーゼロラブさんの時間を割いてる。
そして正面今何起きてるかってピュ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 ーされてて、モイラワンヒールで辛いわけよ正面は。なので構いたいんだけど構いすぎちゃダメ、程よく構ってあげましょう。ソムラはほらもうあなたずっとこれ見てる間あれでもなんか敵のディーバトロールですね。これビン自分に投げる、今の味方に投げたいね。ソンブラに当てたところって感半端ない。ナイススリープ。おい、でも立ち回りは綺麗だね今のところ。いいね、このスリープあんま狙わない方がいい。ソンブラいるって知ってるから遠距離スリープよりソンブラに取っといた方がいいよ。危ない一応怖いね。でもここで取れそう普通に。はいナイス、オッケー。まあ、なんかソンブラがうぜん追いかけてるところがちょっといけないけど、まあでも返さなきゃいけないっていう意識はすごい重要。返さなかったら殺されるからね。だから帰ったら追わなくていいよ。なんかロルみたいだよねオーバーウォッチのゴールドって。多分マジでゲーム普通にできるやつがいっぱいいるみたいな。 OK、 ちゃんといろんなところ見てて偉いね。いやこれスリープ一応もったいない。一応ねなんか適当にポヒョンって投げていいのは敵にフランカーがいないときだね。なんかモイラすげえな動き。もしこれ逃げずに味方の方行った方が良かったね。うんそうこっち。でもうまくいったね。オッケー味方強いね。カバー力があったかい。次ナノザリア決めたいね。これは典型的なオーバーウォッチの先から仕掛ける方が強い理論で、いきなり仕掛けられてさ、今さ多分ナノはつけれたんだけど先に行かれたからナノつけれなかったわけで、先に行く方が強いんだよね。でも守りは先駆け難しいんだよね特にノラ。だってささっき言ったラインってさここが最終ラインなのね。 You are eliminated by Aotros の線よりこっち側に行くとこっち側ねもうライン越えなんだけど、みんなで行けば怖くない。ライン越えもみんなでやれば怖くないんだよオーバーウォッチだけど、まあ、ノラではすごい取りづらいから、だからまあしゃあないっちゃしゃあないね。車線としてここじゃなくてあなたがここにいてヒールとかしてたらこれは防げたね。極端に借りやすいポジションなんでこっちの方が、上よりこっちの方がヒールはできないかもしれないけど、それはもう味方頑張れって感じ。俺の車線考えてって。ソンブラ怖い時でも上、うんだってタイマンは瓶あるし耐えて降りたらいい、来たら降りたらいいだけの話。ずっと上に偽るわけじゃない。上がなぜ強いかっていうと、敵はワンステップ踏まなきゃいけないの。ソンブラが穴に絡んで下ろすっていう作業をしなきゃいけないの。それでプラス15秒とかなのもう時間かかるのが、その間にもしかしたらこっちワンピック取るし、守りとしてはそっちの方が有利なんだよね。まあ、ナノをザリアにつけたいよねっていう。あこれナノをソルジャーでもいい。オッケー、いい、今のめちゃくちゃいい。味方を救うためのナノはめちゃくちゃいいです。ナイス。多分低ランク帯だと寝かせた敵を絶対殺そうとするんだよね、すぐに。だからそのてか寝てる人にはナノブつけない方がいいけど、起こす瞬間につけるのはマジで天才だよ今のところ。だからここも高所にいた方がいいんだよ、ここでも味方がめっちゃ前行ってるから前出るのは一応ありです。ほらこれここ今上にいたらあなた阻害食らってないし、このソンブラからハック逃れられたし、死にますあなた。 Nope. 上にいなかったから死にます。分かりやすく上が強い場面だね。あと一応こうやって引いて死ぬんじゃなくて、みんな一斉にペイロで死んだ方が、だって今集団戦さここだったのねペイロ。そしてみんながもうペイロで戦って死のうっていう判断になったら、これフルパとかの人ね、みんなでペイロで死のうってなったら、ほらまだ集団戦続いてるじゃん。最後の一人が死ぬまでにペイロこんだけ進んだんだよ。こんだけみんなペイロで一瞬で死んでたらリグループできるし、ペイローここだし、多分当たり合いもてか今の距離分だけ早く当たれるわけよ。なので
クルパとかでやってるときはみんな死んでください。モイラヒール、お、うまい、えらい。なんか、お、ナイスビーン、ナノつけたいディーバに。ビン、惜しい。まあ無理だね。ナイスビン、寝かせる、うまい、ヒール、うまい。お前、お前天才やん。ナイス、ナイスキャリー、ナイスキャリーすぎる。ほらアナでもキルとかじゃなくてキャリーはこうやってするんだよ。サポートってキル取るのもまあゼニとかバティスタとかだったらあるけど、アナはこうやって味方をサポートすることによってキャリーするんよ。ナノディーバとかでもいい、これは正直。いやーダメー、ディーバにつけるときは早めがいいよ、これがあるから。しかも今のは正直、いや勝てるか、でもナノ早めにつけたら惜しい。ワンちゃん、おい、うんま、ファラもファラ格付け2回目とかじゃん。これは棒立ちしすぎだね。こっちこっち行ったり、もうちょい身を隠せる場所に行かなきゃ死ぬね、今みたいに。はい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 。お、ちゃんと上立ってる、えらい。何、俺の配信見ながらやってるこれ。いらない、スリープもったいない。まあ俺は効率中だからこういうのもったいないと思うんだよね。でも瓶狙うところめっちゃいいけど、人数不利だから、まあ当たったら勝てたか。これも瓶狙いたい、アナに瓶投げろ。これ瓶狙わなきゃ死なないね、一生ヒールされるから。アナダメージは出ないから。そう、でももう遅いね、もう敵全員来るね。これもう逃げるしかない、そっちじゃない。いやこれこれ引けるよ、もったいないね、めちゃくちゃ。引けますこれ。あ、てかポイント踏もうとしたのか。まあ無理だね、ウルトがない限りここのリテイク不可能に近いから、あんま無理しなくていいよ。ファラ狙うの偉すぎる、うん。これナノ DPS じゃなくていいよ基本的に。あ、でもでもソルジャーが、ソルジャーが、いやナイスナノすぎんだろ、なんで。太陽ポージング下手かよ。てかソルジャーうま、今のソルジャー偉すぎる、今のソルジャー偉い、めちゃくちゃ。だってハルタいるからナノバイザー刺さんないんだよ基本的に。ちゃんと正面で撃たずに横を取ってここで、あ、でもサージ持ってたのか、えらい。危なってか、あ、C9 行ったのか。これワンチャン負け説あったもんね、えらいね。お、いいね、ビン狙うのマジでいい。まあでもザリアだからちょい難しい、さっきより。スリープうまっ、3、2、あ、そんなそんな、お牛さんみたいにとつんなくていいよ。ナイスナイス、でもでもナイス。あら、敵の DPS 本気出してきた。ああ、まあでも逆に言えばこれは勝ちです。まあ、時間がちょっと微妙だけど勝ちです、これ。ちなみになぜなら、こっちナノしか使ってないのに対して敵 1,2,3 3つも使ってくれたけど、21秒だから敵は穴がち間違ってない、判断が。これで次のファイト負けてもラスト一戦に持ち込める。あー、ワンピックされた。まあなんだろうね、アナでキャリーするって難しくて、瓶をいくら入れれるか、スリープをどんだけ当てれるか、まあ、結局はそこなんだよね、差が。こういうところで強いアナと弱いアナはこういうところでワンピック取るか取んないかみたいな。もうここ瓶、瓶でアナを狙うみたいな。もう2発も当てたらもう今死んでるもん、瓶当ててたら。こういうところに出るんだよね、こういうところでワンピックすることによって
もしかしたらここで止められた可能性あるじゃん。そういうところだよね。うまいサポはてかヒールを絶対しながらギリギリの最後のチョンっていう天秤を傾けさせるようなちょっとワンピックとか阻害瓶とかそういうので変わるんだよね。 Hey, hey.